太郎田中さん、久しぶりやな。ご無沙汰しております。太郎田中さん、ありがとうございます。風船塾ありがとうございます。太郎田中さんに聞きたかったんですけど、財務が回ってきたんですけど、僕は一口でいいんでしょうか、それとも二口した方がいいんでしょうか。寒い。ちょっとね、最近うちの支部が釈伏がうまくいってないらしくてね、うちの嫁を釈伏したいとか言い出して、もうめんどくさくなってきたな。まあまあしつこいこと言うんやったら、もう 何僕自体がもうやめますけどみたいな。もう太郎田中さん分の十口やな。マジっすか、マジっすか。一口万円も取られるんですけど、十口もですか。それはやりすぎじゃないですか。気持ちでいいよって言われてるんですけど、一口でいいもんなのか、もうちょっとした方がいいもんなのか、悩みどころなんですけどね。まあまあ1万も2万も変わんないんでね、どっちでもいいんですけど。寒い、めちゃめちゃ寒い。せっかく車洗ったのに、もう霜が降りたらしくてね、最悪でしょ。何のために車洗うたのよ。車洗うた翌日霜降りる、普通。もうまんだらけなんですけど、僕の車。マジかみたいな。太郎田中さん、心持ちよりついた餅。心持ちよりついた餅。またあなた深いこと言わはんな、ほんまにいつもいつも。今日ね、太郎田中さん、それは新人が足らんからや。そうですよね、新人は足りないですね。そもそも僕新人備えしてないですけどね。新人足りず足らんの問題じゃない。太郎田中さん、新人を表すのは結局財務や。マジっすか。じゃあもうゼロでいいんじゃないですか。なんか僕の番号入りのね、振り込み用紙を渡されたんですけど、番号入ってんのみたいな。え、マジでみたいな。僕学会員ですかみたいな。いいんですけど別に。まあマニュアル入会でいいっちゃいいですけど。太郎田中さん、それもええな。ね、もう20日までやから、もう忘れたことにするっていうてもあるんですよ。富豪トレーダーアットマーク THF さん、偽のレクサスだからや。 W だから偽物のレクサスって何なんですか。偽物、富豪トレーダーさん、あれあなた名前変わってるわ。あなた偽のレクサスってなんだ。太郎田中さん、また車で徘徊するのか。もう会社が帰るとこです。もう寒いから帰ります。太郎田中さん、どこ行くねん。もう家行くんです。帰るんです。帰宅するんです。もう寒いから、もう会社閉めて帰るんです。もう今日昼過ぎからずっと会社でね、もう一人でずっと一人ごとなんか考え事してましたよ。いろいろとこれからどうしていこうかなとか。会社は置いといてアルバイト行こうかなと思って。まあ、アルバイト行く暇がないんですよね。太郎田中さん、下手な考え休むに似たり。こっそりね、ライバル店にアルバイトに行こうかなと思って、チケット屋さんのノウハウをちょっと盗みに行こうかなと思って考えてるとかね、するわけですよ。やべえな、マジか。5000円差しかねえわ。5000円入れたらお釣り出てくるような。一気にいいですけど。富豪トレーダーアットマーク THF さん、有馬記念で頭がいっぱいか。 W 太郎田中さん、こっそりライバル教団に入会しよう。有馬記念のことは何一つ考えてないですけどね。どうせ買うにしたって、もう北さんの副賞しか買わないんだから。かといってその100万を突っ込むこともないし、だからもう面白くないから、もう今回は有馬記念は辞退した方がいいかなとか。100万で副賞とかワイド買うよりね、10万で単勝買うた方が、あれでしょ、視聴数いいんでしょ。そうやったら俺も10万にするか。もう毎回10万にしたろか。ずーっと10万にしたろか。10万単勝1点買いっていうだけで、何数字が何集まってね、花火が200発上がるなら、200発、うん、200発で10万やな。それだけでいいや。僕は花火2000発分捨てたんですけど、花火2000発分捨てて花火ゼロですからね。ワッチなんか
まあ、あんま言わないですけど、こっそりライバル教団、うん、それもいいかなと思って。ミサ行こうかな。クリスマスの時だけミサ行って。ライバル教団ってここなんですか。富豪トレーダーアットマーク THF さん、もともと人気者やろ。もともと人気者？誰がですか。かといってね、なんていうの、そのガッツで配信してはる人と僕別にこっちからすり寄ってて仲良くしてくださいっていう。太郎田中さん退席時に参拝しよう。ないんですよ。別に僕は配信者じゃないからね。配信してる人を配信者って言うならば、まあ配信しちゃってるから配信者ですけど、配信で飯食うてるわけではないから、僕は配信業でもないし、別に自分で自分の事業というかね、会社とかその何やってるお店を宣伝できればそれでいいと思ってるだけなので、逆に太郎田中さん破壊された小本堂を忍ぼう、そんな感じなんですけどね。大石寺、大石寺どこでしたっけ。小本堂、小本堂、小本堂、めっちゃ寒いんですけど、うわ、外気温、さっきまで地下の駐車場だから11度でまあまあかなと思ったけど、外出たら6度や、6度って、あー寒い、めっちゃ寒い、大阪6度しかない、寒い、めっちゃ寒い、もうそりゃ霜も降りるわ、霜霜みたいな。明日も明後日も仕事やのに、どうしよう、明日も明後日も仕事、もう明日明後日仕事したらもうご用さめしたい。太郎田中さん何もいきさつを知らんのか、のんきなおじさんや。僕何もの知らないんですよ。なんかこう昔揉めてたんですよね。太郎田中さんこっちはさっき0度 C やった。マジで0度、そんな寒いの、マジっすか。もういっそのことね、核を早くさっさと落としてね、核の冬を迎えた方がいいんですよ、人類。富豪トレーダーアットマーク THF さん、九州やけど3度やったで。九州で3度ですか、マジで。大阪で6度ってあったかい方。まあでも沖縄はまだ10何度なんでしょうね、これでも、うん、沖縄だってまあ、太郎田中さん沖縄に移住しよう。沖縄ね、真冬の2月ぐらいに出張行ってもね、こっち出た時と向こう着いた時の服装違うからね。こっちダウン着てって寒いわ思って着ていってんのにね、沖縄那覇空港着いたったら暑みたいな、あれ上着いらんなみたいな、春やんっていうか、何ちょっとな、もうちょっとで泳げるやんぐらいの、っていうかこの間11月末行った時も泳げそうやっていうか、泳いでた人おったらしいから、だからっていうか地元の人間なに海潜ってから働くとかちゃんと働け、一日海潜ってから働くとかそんなことを言うとるから、あなたたち真剣に仕事しないから給料も上がらないし売り上げも上がらないの。もうほんまナンクルナイサー精神強すぎやろお前らみたいな、なれへんぞナンクル。でも不動産バブルはすごいらしいけどね。どこの辺か分からんけど、すげえ高級なマンションが中国人にバカ売れしてる。7000万から奥1億2億のマンションがバカ売れしてるらしいけどね。なあ、沖縄恐ろしい。それに比べて大阪なんて。でも山王のあそこの物件300万やったら、ちょっと早くお金なんとかして買いたいな。カラオケ居酒屋立ち飲み屋みたいなとこねに、カラオケ居酒屋みたいになってて、結構ね若い可愛らしいお姉ちゃんを2人3人雇って流行ってるんですよ。飛びたのとこね、動物園前から山王、飛びた行く手前の山王のボロいこしゃい商店街って、僕は物件売り出してたからし、300万で土地付きやから、所有権付きやからね、あそこやし、昔ながらので通るやつってどうせなんかもう日雇い労働者か、生ポのおっちゃんか古事記のおっちゃんが寝てるぐらいのとこやろなと思って、この間ちょっと見に行ったんですよ。300万の建物どれかなと思って、ほんならめっちゃ人おるし、あれちょっと動物園前まだ向こうやのにえらい人あんな、こうまだ3の2丁目やんな3丁目やんな思いながら見てたら、もうなんかどこもかしこもね、店新しい綺麗な店ができてて、立ち飲み居酒屋
ていうかカラオケ居酒屋みたいになってて、でお姉ちゃん、若いお姉ちゃん、いらっしゃいいらっしゃいって呼び込みしてんのよ。なんか飛田のなんかカラオケ居酒屋バージョンみたいな、兄ちゃん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 みたいなのがいっぱいおって、まあ、あれキャッチやから完全アウトやけど入ってない、客が入ってない店はお姉ちゃん2人がね、寒いからか知らんけど、ドア扉も開けんと中から手振っておいでおいでしてたけど、すごい雰囲気変わってましたよ。だからあそこ面白いんちゃうかな。あ、中国人が飲みに来てるっていう感じでもないし、なんかだいぶ変わってきたよね、飛田の周りっていうか、三の二丁目三丁目って、もう三の二丁目三丁目なんて、ただ単に何飛田の周りに住んでる飛田の周りだから、なんか普通の世界に、下界に住めない、何俗世間に住めない人らが住んでる、転がり込んでる、なんかもう風俗店っていうの中でもなんか最下層のね兄ちゃんが住んでるようなところやったのが、なんかもう居酒屋いっぱい建ってて、綺麗、しかも綺麗な小綺麗な店で、カラオケあって、どこもかしくも32インチぐらいの液晶ディスプレイバンバン置いてて、何これと思って、こんなとこ、こんなんやったっけ昔と思って。だいぶ西成も変わってきてるから、あそこ面白いかもな。まあでも金はなさそうやから、客がそのお姉ちゃんらにブランド物買ってあげるっていう、そこまではなさそうなのね。それがあったら、あそこで買い取り専門店出しても、なんか店のお姉ちゃん買ってまたブランドバッグとかね、宝石とか持ってきてくれて、ちょっと需要あるかなと思うけど、あそこはちょっとないな。さすがに三能やし、そんなとこ持ってくのバッタもんばっかりやろみたいな、もう拾ったもん持ってくんなよお前らみたいな、うちはリサイクル屋じゃねえわみたいな、そんな具合の店になりかねんから、あそこでちょっと出すの怖いな。でも所有権がある建物やったら、デリのね、届け出はもう承諾書なしで自分の当本で行けるから、それはそれでもいいかななんて思ったりもするのよね。そうそう、法人でデリ出してる。沖縄の移住も考えるけど、どっちか、まあでも西成に店買うんやったら、まあぶっちゃけ沖縄に事務所借りた方が、だから事務所って言ってもね、沖縄で定職があるわけじゃないからね、沖縄できっちりとしたこれっていう仕事がありゃ別やけど、僕の仕事はもういつまでも続くもんでもないから、ぶっちゃけ、うん、単発でこなしてたらいつか尽きてしまうね。そう考えたら、まあ事務所はまだ早いかな。だからそれをするためにも、大阪で風俗店出しといて、沖縄にも出して、まあこっちから出稼ぎ行かしてとかも考えてるけど、だいたいね、自分の目の届く範囲に、田中さん、泡盛の蒸留所でも作ろう蒸留所作ってもらう。だって自分のね、目の届く範囲にね、スタッフを置いてても、ただでさえも言うこと聞けへんスタッフばっかりで、なんかこっちが働いてそいつらの給料かす腹立ってるみたいな勢いになるのに、風俗店はね、あんまり、ね、大きくしない方がいいです。自分と気の合うドライバー2人ぐらいとやってたらべらぼうに儲かるけど、なんなら僕1人で転送かけて受けながら走ってた時はほんま儲かったからね。だって1日1人で走ったら5万ぐらい儲かるもん、普通に。あれよ、そんなべっぴんさんなんかいないよ。1人ちょっとまあまあ言うたらあれやけどね、もうギリギリのアウトの方と、ね、もう一人はもうぼちゃっとした方で、ね、新聞でなって、ネットでなって、それだけで大阪と奈良と和歌山をね、富豪トレーダー@THF さんを昔大阪行った時、豚女が抱きついてきたから打ち切れてやったらキャッチから逃げれた。もう昔大阪行った時豚女が抱きついてきたから、入れたらキャッチから逃げれた。豚女がキャッチやったんですか。まあね、谷球と南波のあの辺ね、豚だらけやから。じゃあお前らどうやったらそんなデカなったんっていう。まあうちの店にもたくさんおったけど、コンビニ行ってくるー、はい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 、いってらっしゃい、おそのまま帰ってこないでねみたいな。もう何すんねん言うよって言いながら帰ってきたら弁当3つ持ってんのよね、うん、あ、気聞くやん、俺らの分も買うてきてくれたんと思ったら1人で食べる、死ねみたいな。
お前弁当3つも食うからお前何未だに今日9時に来て来る言うて10時に着いたけどまだ坊主でお前暇や暇や言うてお前富豪トレーダーアットマーク THF さん逆だったら痴漢やろ W 逆だったら痴漢やろって痴漢したくなるような太郎田中さん昔大阪ドームの近所に直引きがよく立っていたので時々抱っこしあったあマジですかだって大阪ドームの近所って九条新地近いからね、うん、で千代崎はあのよく立ちんぼが立ってたエリアだからあの大正からねエンデリマの辺はすごい未だに横行してるしね、うん、エンデリアみたいあ昨日そういえばねうちのあのマンションのポストにピンクチラシ入ってたよ今時ピンクチラシでしかもあの携帯番号で、60分2万円のホンデリコースとねお試しお手軽コースみたいな60分9000円 の, あのコースとどっちみちどっちでなったって一緒の女来ねんからそうやったらもうどっちでもええわみたいなあの太郎田中さん若い頃母親より年上のお姉さんとしたことがあるびっくりするわ このご時世にまたピンクチラシですかバカですかみたいなまあもちろんねあのホンデリ屋さんなので不衛本届けでもしてないし、ね、携帯は多分飛ばしなんやろな飛ばしというかまあ名義だけ人の名義で金だけ払ってんねやろなもうその携帯が止まった終わりの状態若い頃母親よりマジっすかすげえなそれはすげえなそれはさすがに僕ないっすわ自分より年上っていう一切でも年上でも富豪トレーダーアットマーク THF さん太郎さんがすごい W 母親より上でだって僕28の時の母親が28の時の子やから今なんかもう74-3やからね母親ありえん若い頃言うても僕は20歳の頃もう母親48やからそれより上で50とかもう無理やわそんなもんまあでもあの九条とか千代崎はそんな多かったっぽいけどね大正の方とかねだからナンバーで売りができない人らがちょっと向こうの JR 大正の太郎田中さん大学生の頃50前くらいのおばさんやるな僕誘われても無理です僕そもそもロリコンっていうかロリコンっていうよりも、ね、僕年上ダメなんですよ基本的に、まあ、17の時に一回り上のお姉さんにレイプされてるので僕年上ダメなんですよもう年上っていうだけでジンマシン出そうになるんですよで、夜のお姉ちゃん、一個上のお姉ちゃんとかで、まあまあギリギリ行くやからええか思ってね、まあそういう仲になったお姉ちゃんもおったんですけど、もうそいつにもうすごいひどい目に遭わされてるので、もうね、年上って言うだけでもううーってなっちゃうんです。だから客としてね、営業いた先の客としてそういう人らがおんのは、逆にね、死ね死ねと思いながら営業トークできるから、めっちゃ頑張りますけどね。太郎田中さんそれはかわいそうなトラウマやなそうなんですよまず17の時に29歳のねまあ子連れの母子のねお姉さんにパックンチョされてね酒の中になんか薬まで入れられたのかしらけどふらっと倒れて動けなくなってでレイプをされてるんですよまあ童貞じゃなかったからいいんですけどまあ立たなかったのもあるからいいんですけどママ何してんのって子供が起きてきてママね、お兄ちゃんとお話してんのってどこの口でお話しとんねんお前みたいな下の口でお話してんのかみたいな太郎田中さんかわいそすぎてタバコのフィルターに火をつけてもたわなんでやねんもうそれ以来ねもうそもそもそれで年上がダメなのにねあの夜のお姉さんにまあ何変な筒持たせみたいなやつですよそんなやんが出てきてねああだこうだ言われてもうめんどくさいのをね僕過去にね 2,3 度経験してるのでもう年上の女もダメだしねもうそういうチンピラ大嫌いですもうめんどくさいんですよお前ねあの刺すぞとかどうせ脅すだったら刺せよって話なんですけどよう刺さないんですよだって金が目的だからいやもう刺したらよろしいやんいや首切るよ早くその刃物で金なんか払えへんよな、切ってへんやん。しゃーん。まあ、大体そういう時ってあのパトカーが来て助かるんだけどね。まあ、ちゃんとそんなはね、通報し込んでおくから、あ来たなと思ったら通報しといて、
堀が来るまでの間だけなんとか繋いどけばね、馬とかが来てくれるわけですよ。で、なんか一人はうまいこと察知してね、太郎田中さんシリアに出張したらすぐ首を切ってくれるぞ。でもう一人がね、何助けたってんかどうのこうのみたいな、そっから始まるんですよ、そういうチンピラどもの脅しというかね、たかりっていうの、ゆすりたかりっていうのは、うん、そのタイミングでポリ来てでポリがうろうろしだしたもんやから、ちょっと動こうか、さっきまで車動かそう思ったらどこ行くねんとか言うたくせにね、ポリがうろうろしだしたらちょっと動こうか、でもまあまあエンジンかけて動こうとしたらポリが、あーちょっと待ってって言って止めてくれて、ざまあ見ろみたいなもんですよ。あおちゃうこいつ頭おかしいんかお前、所詮ポリには弱いんやろお前。だからもうああいうやつだってね、ポリにはすごい弱いから、よっぽどひどい目にっていうかね、留置場とか拘置所で会ってるんでしょうね。もう懲役入ってきたらいいよほんまに、君みたいな懲役は行ったことなさそうやけど。太郎田中さん頭おかしいのはおじさんも私らも同じやあ、なるほど。ほんであれですよ、そういうやつに限ってね、背中にモンモンは書いてるけど、まあまあほんまもん、本ちゃんのじゃなくて、まあタトゥーというかね、おしゃれというかで入れてて、中途半端でね、どこの組にも属してなくて、まあまあ言うたらほんまの半端もんですよ。ほんで、その何タトゥー入れたこと後悔しようか。トレーダーアットマーク THF さん、まあねえわと。後悔するんやったら入れるなやっちゃう話。で、自分で隅入れといていいですよ。なんか俺こんなんやからなとか。ほんまもんの人に失礼やから、もうそんなこと言うたらあかんし、そもそもそんなあなたにタトゥー入れてくれって俺頼んでへんし、自分で入れたんや。そんなん知らんからな。頭おかしいかお前。まあ、頭おかしいからね。まあ僕と知り合いなんで。知り合いの方がね、いざとなったらね、金たかってきよるから、ね、もうその頃あんま僕も金も現金をね、そんなに持ち歩いてなかって、まあ言うたら僕が働いて稼いだ金でね、そいつらの分まで給料払ったぐらいだから、まあ、まあ持ってなかったしちょうどよかったけど、あれで金持ってたらお前とことんまで来るからな、あいつらアホやから。じゃあお前なって売上と給料引いて、これ残りなんぼって書いてある、これマイナスって書いてあるねん、お前これ店成り立ってると思ってんのお前、目で金あるやろ、頭おかしいかお前、お前算数できへんのか、だからお前がやったら店潰れんの、おかしくも。そんな人間を預からさせられるこっちの身にもなれよみたいな。そもそもがそいつ、その人らにね、もうパッポート店を譲って、もう僕は抜けるつもりやったら、まあまあ最初に抜けたからいいんだけど、バカばっかりやからね、もう脅したらなんとかなるわと思ってる時点でもうバカやわ、昭和ちゃうねんぞもう、ね、平成のご時世防台本まで来てる。太郎田中さん、今日は愚痴枠やな、聞いたすさかい、なんぼでも言うたらええいや今日は愚痴枠、だいたい毎日愚痴枠のつもりなんですけど、ま、愚痴もだんだん尽きてきて昔話になりつつあるんですけど、これ今日の愚痴ってあんまないねんけど、今日だって愚痴るほどのもの何もないし、今日行くの警察署行ったぐらいやし、あと何したかな、飯食うたな、あと事務所行っただけやな、郵便局行ったな、あでも郵便局行って、そうそう、財務をね入れんの忘れて、1万円でも2万円でも、まあ、どっちでもええかな、まあ、明日1万円どこかな、とりあえず今回1万円にしようかな、まあ、もうちょっと儲かったらね、来年はまあ2口でも3口でも10口でも、まあ、儲け次第ではね、なんか5月と11月はなんか寄付できるのがあるらしいから、でもそれに寄付するんやったら、お寺さんとか神社って5万円とか寄付したら石碑に名前彫ってくれるじゃないですか、僕あんなんの方がいいんですけど、名前残したいんですけど、どっちかって言ったら名前残した方が宣伝にもなるしいいと思いません、地元の神社とか。太郎田中さん、 Y の同級生は何十口しとるぞ。マジっすか、それは家族全員があれじゃないの、学会員だから一人一口計算でやってるんじゃない、そうでもない、ね、嫁を釈迫したいって言い出したりしてね。富豪トレーダーアットマーク THF さん、アイテム買って俺に投げた方がいいよ W だから、アイテムはねあれですよ、やっぱ配信してる人にもうてもしゃあない。太郎田中さんちゃうわ、そいつは偉いやっちゃ。マジっすか、へえ、すげえな。
僕も公明党公認候補でね、地方議会選挙に出て地方議会議員になれば全然何十口もしますよ。もう議員報酬の半分ぐらいになれたらもう毎月お布施してもいいよあまり議員報酬で儲けようという考えがないから。どっかの議員さん月収65万円とからしいね。だからまあ年収言うても1000万ないんだけど、まあまあ言うてもそれは基本給だけだから、それ以外にね経費やなんや込みにしたらまあ月100万ぐらいもらえるらしいんだけど、それぐらいもらったら全然何もお布施やから、なんていうの、あれじゃないですか、寄付だからね、税金かかんないというか、ね、よくわかんない。税金でもうたやつをそんな払ってまあ別にいいよ、払う分にはいいよな、別に、うん、もらったらあれやけど、多分いいと思う。ほんまにどっか地方議会議員選挙出させてくれへんかな、奈良の吉野とか、ちょっと田舎の方がいいんですよ。まあ、大阪はちょっと顔さすから嫌なんで。ゴートレーダーアットマーク THF さん、どっかの市長は年収300万とか。マジっすか、それは嫌やな。年収300万ではやってあれへんな。まあでも年収は300万やけど、それ以外の経費は全部あれでしょ、その市持ちなんでしょ。家賃も市が払ってね、車ももちろんあってみたいな。もちろん出張費なんか全部経費で落ちるし、でそういうなんていうの、議員とか市長とかやってると、だって自分の会社宣伝できるじゃないですか。そんな美味しいことないですよね、うん、そのためにもやっぱり議会議員選挙出たいな。あれです、 NHK の集金の委託をやってる会社、委託受託してる会社のなんかどっか東京の立花隆さんのね、動画にも載ってるように、どっかの議会議員選挙2回出てて、まあ、結構若い子やけどね、38歳だからな。まあ2回とも当選しとるらしいけど。お疲れ様でした。太郎田中さん、どっかの市長は市長室で人妻にキスをしたらしいおじさんが市長になったらその程度ではすまんやろな。そんなもんキスするぐらいやったらそら仲出しするでしょうよ、そもそも。っていうかそんなとこでせんでいいやん、外連れてて、なんで我慢できへんの、バカなの。今時のじじいってバカよね、本当に。まあ視聴室だから視聴って思われてできたんかもしれんけど、そんなもん金持ってねえから外でやりゃ済む話なのに、なんでわざわざそんな視聴室なんかでするの、バカなの本当に。もうそれは意味わからん。まあ、最近のジジイは元気で。太郎田中さん、クリントン大統領はしよったからな、ホワイトハウスで。まあ向こうはね、別にそのキスが日本とはちょっと意味合いが違うじゃないですか。日本もなんか性行為の一部みたいな感じだけど、向こうのお国柄としては別に挨拶みたいな部分もあるので、それは別にあれなんじゃないかな。挨拶もしたらダメなのって話になっちゃうでしょ。ね、だからいつもね、一周多めに回るとぴったりの時間になるのよ、これ。一周多めに回らんかったら、ちょっと若干時間余っちゃうのよね、落ち着くのに。一周あそこで多めに回ってくると、ちょうどね、時間残すことなくね。太郎田中さん、JC と喋っただけで罪や。いやいやいや、もう議員なんかだったら絶対塾開いて、ね、現役の JC、JK、JD をいっぱい集めますよ、そんなもん。で、頑張ってる JD スタッフ全員も、もみくちゃにしたんねん、裏の教員室で。ね、まあ、そんな構想をね、考えながらね、今日も日はね、更けていきました。もう日も変わりましたね。ますけどね、富豪トレーダーアットマーク THF さんオツ、太郎田中さんオツ、さよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。よかった、今日 YouTube 用の動画がなかった。もうこれアップしとこう。ありがとうございました。